チャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルの下川川です。唐突なんですけど、まあ、うちらね、デュエルの対戦動画っていうのをたまにあげるんですよ。で、その度にデッキのチョイスが悪いんじゃないですかみたいなコメントがもう結構寄せられるんですよ。ってことで今回はデュエルの対戦専門 YouTuber のデッキ借り物対決ってことで今回は DM の対戦動画を中心にずっと動画を上げ続けてる2トップのチャンネルに、まあ、私シモが使うのがですね、まあ、ガチガチの日本一のもう強豪プレイヤーが動画に出演したりとかのかなりガチ体制をメインとしてるケミクロ放送局、1週間前に上げてた動画の令和のトリガービートで、カワさんがリジェアカウントといって、まあこちらもね対戦動画を中心としたチャンネルなんですけど、カワさんのスプラ仲間であり、顔出ししてないんですけど結構イケてるバンドマンみたいなね、そういう風貌だったりするチャンネルですね。リジェは要素言ったれや格安デッキを最近押してる、格安で強いデッキ、500円デッキとか5000円以下、1万円以下で組める強いデッキみたいな、という2デッキを使って本日は下川対戦専門チャンネルやっていきたいと思います。ケミクロ放送局 VS リジェアカウントのデッキ対決、いざ尋常に勝負。チャ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 、そういう方するとさあかんって違う、別にちょっと代理戦争とかじゃないから、じゃあミクセルやめて終了で責任を、うちらがこれあデッキがこれがいいなと思って選んだんよ。ちゃうか、普通変だ、ちゃう白とクロック埋めて2万で飛べない翼、それは落ちた獣、終了で。トラウマきたワホビのなガチガチトラウマ、研究千人にこの月光ビートで母さん負けてますんで。腐敗の大ハード流星チャージ、めっちゃ高いカード使ってない、まあな、え、それそうやん、メンデルスゾーン、はい、2枚めくってドラゴンがタップイン、はい、ドロー白、リジェアカウントさん安いというかそういうデッキが売りみたいに言ってませんでした、ドロー。でもデーマはこうやってリアリティでいろいろもう個性を出せるっていう、まあまあそうやね、それもデーマのリアル、そうやね、そうやね。じゃあ、殺意のマツクマリオマガンド3まで出していくか。じゃあ飛べない翼、それ落ちた獣でここ1点行くときに自分のシールドを1つ見ます。でそのシールドを好きな順序で山札の下に置いても良い、そうしたら自分の山札の上から1枚目を裏向きのまま新しいシールドとしてシールドゾーンに置く。1点、ウキドゥみたいな、懐かしいな、と言います。終了で。おい、DJ。頼むぜ。不調変座チャージ、3マナ。ストンピングウィード。はい、山札の上から1枚をマナゾーンに置いて、で、そのカード1枚自分のマナゾーンから山札の上に置いても良いだけど、置かない。終了。はい、あれやろ、リゼとゲームとかしてんねやろ。なんかエピソードないんですか、ドロー。仲良しエピソード。いいやつ。薄くない？いいやつ。裏表ないいいやつ。ああ、そうなんや。大事じゃない。なるほどね。それは大事。じゃあ、1、2、3、4マナで。千年の月のフワラン揃ったくない、いきます。飛べない翼、それ落ちた獣でここ1点いくときにさっきみたいに見て、でシールド加えます。でそしたらファラオのお仕置きムーンが発動して、カードが自分のシールドゾーン離れたとき、離れましたね、クリーチャーを1体選びタップまたはアンタップできます。1点いけます、はい。じゃあ飛べない翼、それ落ちた獣でここ1点いくときに、ここのシールドを見ます。で山札の下に送ってやります。そしたらファラオの効果で戻ります。1点、これが令和のカーネルビートバンドや、カーネルフリーズがここ、攻撃のブロックもできない、マガンドね、はい、終了。2点やな、ダブルになるやつやな、そうです。どう、ちうちさ、ケミクロさんに結構恩があってデッキオリパで対決するっていう動画を下川で出したんですよ。そしたらうちがちょっと外れデッキで、ちょっとこれを強くしたいねん、どうにかしてくれみたいなをリスナーに問いかけたら、強化したデッキを出してくれて動画で、だからうちはちょっとそれをな、そこ恩に感じてるから、恩に感じてるから。手頃カイザーチャージ、赤緑2万、メンデルスゾーン、はい、リベンジ、リベンジ、ドロー。高いのよそれ、高いよ師匠、40万おかしい、まずワンブーストして、多色が4枚以上あれば2万がさらにブースト、はい、よしで、カーネルでプレイアタック時、うわっ、あーおかしい、2人のボードロー。で、出た時ファイナル革命、このクリーチャーよりパワーが小さいクリーチャーすべて持ち主のマナゾーンに行く、12500、最悪なんですけど処理、あ、勝て、はい、で、タップイン、マナス以下、11、やばいね、10以下、落ち着け落ち着け、リージェカワさん落ち着け、リージェ、あ、3つも鳥が読まない、ちょっと待って、影世界の仕組みとバイモデルですね。じゃあまず影世界の仕組み、自分の山札の上から3枚を墓地に置きます。コスト3以下のクリーチャーを1体自分の墓地から、はい、手札からバトルゾーン出しても、飛べない翼、それ落ちた獣を出します。で、これが今ブロッカーになってると。で、影世界もう一回やります。1、2、3枚
これにするわ。ヤマに見せられた闇医者、この国一がバトルゾーンに出た時、山札の上から1枚目を裏向きのまま新しいシールドとしてシールドを持っています。これ3枚目。次、バイモデル。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、自分の山札の上から3枚を墓地に置く。一緒やん。その後、コスト3以下のクリーチャーを1体バトルゾーンに出す。マガンドにします。待って、これこうやん。不調変座の効果で全部タップインで出ます。はい、処理終わりです。処理でも戻る。え、これやばくないか。でも戻る。やばい、腹を引け。ドロー。1,2,3,4,7で D の老角、メメントモリジング出します。え、全部殴れる。全部殴れます。勝て勝負。マガンドでプリーアタック行くときに回収します。そしたらダブルブレイクになります。ダブル2枚要求。2枚要求。頼む。でも1回カーネル出てるから。はっ、書いてない書いてない。トリガーですか。このクリーチャーを召喚してバトルゾーンに出した時、相手のシールドを数え、その回数相手とガチンコジャッジする。その後こうして自分がガチンコジャッジに勝った数カウンターを打って、ね、自分の墓地にバトル、ね、それマナ手札からバトルゾーンに出す。そんな強いカードシールドやったらもうね、トリガーで終わりなの。ないないんかい。じゃあ飛べない翼、それは落ちた獣で行くとき一応見ます。戻して、え、行きます。ダイレクトアタック。なんかある。ないやっ。え、ニジごめん。いや別にニジのあれが悪いわけじゃない。ニジごめん。これはもうほんまに引きとか絶対買ってくださいねみたいなやりとりしてね、連絡来た。まあ下川にね、対戦動画もっとやってくれよっていう人結構いるんですけど、まあそういう方はですね、ぜひこの DJ アカウントとね、ケミクロ放送局の2組のチャンネルも、ここはね、毎日のように対戦動画上がってますので、ぜひそちらを見ていただければと思います。マジで DJ の登録してあげてほしい。ほんまいいやつやから。ほんまもう俺それしかできん今回。ということで本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。100万円で綺麗にしてんけどな。高すぎやろ。安いの売りって言ってたよ。